はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。みっつーです。第6回目のファイナルファンタジー9の実況を行っていきます。よろしくお願いします。前回はですね、氷の洞窟を無事クリアしました。で、まあ黒のワルツ1号というのと、あとはシリオンというボスを倒しましたね、時短一人で。で、氷の洞窟を抜けた後に、ガーネットが偽名を使うということで、本当はダガーという名前で行くんですけれども、僕のこだわりで、ガーネットからガーネットに、名前を変更しました。で、なんでこんなね、ガーネットっていう名前にこだわるのかというのは、また別の機会にお話しします。はい。ですので、とりあえずガーネットという名前で我慢していただければと思います。よろしくお願いします。で、氷の洞窟を抜けたところから見えた村に行こうということで、今村の目の前にいます。今回はここからやっていきます。よろしくお願いします。では行きましょう。ハテナということで、さあこの村では何が起こるやらという感じですね。わー、風車だ。ビビ、宿屋はこっちだぜ。もう寝るの？僕、風車を見に行きたいな。気持ちはわかるけど、今は宿に入ろう。それに、今後のことも決めなきゃな。そうですね、この後どうするんですかね。ガチャリ。そして、スタイナーが最後に入ると。お、なんだ？見た？見た。辺境の村、ダリ。Village of Dali。発音合ってんのかな？わかんないけど。Village。寝てるのか？こんな宿は大丈夫なんですかね？これどうもすいません。てん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 。おやじさん、可愛いからって見とれてもらっちゃ困るなぁ。いえ、お嬢さんではなくて、あ、いやいや、部屋はその奥になります。どうぞどうぞ。やっぱりジタンの目にはガーネットしか。あの、ジタン、私の泊まる部屋はどちらでしょうか？ん？そこだよ。みんなで泊まるんだ。ジタン、私、男性の方との同室は？そうですね。気持ちはわかるけど、こんな小さな村の宿に個室なんてないんだ。まあ仕方ないですね。さあ、入った入った。ぴったりね、4つ。寝る前に教えてほしいことがあるんだ。城を出てどこに行くつもりだったんだい？確かにね。あのまま劇場艇が飛べば今頃は隣の国のリントブルムについてただろうけど。ああ、アレクサンドリア王国を出るつもりだったのか。リンドブルムに行こうとしてたんですかね。確かに、劇場艇にうまく隠れりゃ、国境の南ゲートも楽々通り越せた、か。けど、こうなった今は、南ゲートは歩いて越えるしかない。なんか、ビビが、辛そうですけど。国境越え、か。ジタン、聞いてください。なんだ？どうしてもやらなければならないことがあるのです。おお、理由はまだ言えないのですが、でもどうか、何かガーネットも考えてる部分があるんですかね。わかった、必ずリンドブルームまで送り届けるよ。えい、黙って聞いておれば。勝手なことを次から次へと。姫様、このようなものの言葉信用してはなりませんぞ。魔の森のようにいつまた危険にさらされるやもしれませぬ。何があったのかは存じませんが、自分と共に城へお戻りください。魔の森でガーネットをすぐに助けなかったこと、全く俺らしくなかったぜ。だけどもう迷わない、ガーネットは俺が連れていく。おお、かっこいいですね。思い上がりも甚だし、その役目はこのスタイナーが、今も昔もこれからも。じゃあどうやって城に戻るつもりなんだ？それはこれから考えて。はぁって感じですね。くあらま、くビビ寝ちゃってますね。ビビ殿、疲れてたからな。なのにおっさんがうだうだいいですから。何？俺たちも寝よっか。
お、なんだ？歌が聞こえますね。聞いたことのない歌だったな。歌ってたのはガーネット？なんだ、みんなも起きてたのか。さあ、お、呼びに行きましょう。お、戸惑うビビ。なんでしょうね。どうした？さっきの子供たちですね。どうしたの？ん？あれ？あの時の、あの時、いつだ？うわうわうわ。なんで皆さん逃げんだよ。てん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 。僕って避けられてるの？うわぁ、やめてくれよ。ああ。ひどいなぁ。やめてよ。ビビはかわいそうではないか。ここにポーション。ん？カラー占い。何年か前にリンドブルムでワッと流行ってあっという間に消えたやつだ。カラー占い、ちょっと占ってもらいましょうかね。ちょっとこの実況のね、占いも同時にということで。キッチ。心休まる穏やかな日があります。そうですか。通りを歩く人も少なく、食べるものは優しい味、なくしたものがいつの間にか戻り、周りの人ものんびりしている。家でゆっくり過ごすもよし、ふらりで歩くのもよい。まあ、のんびりやれってことですかね、要は。わかりました。そんなあなたの今日のラッキーカラーは、ブルー。青。青か。今使ってるプレステのコントローラーが、青色ですね。はい。よかった。ラッキーカラーの石を買いませんか？すべてのカラーを揃えています。リンドブルムは劇場街、エアキャブターミナルのすぐそば、時計が目印のラッキーカラー紹介へ。なるほど。どこかで聞いたような場所だな。なるほど。ここに宝箱と。毒消し。じゃあ行きましょう。お、ガーネット頑張る。何を頑張るんだ？今頃、城はどうなっているのかしら。あんな騒ぎになってしまって。すごかったですもんね。ね、プリマビスタで逃げるとき砲撃ね。民や貴族たちで怪我をした者もいるでしょうに。屋根から落ちた人もいましたもんね。怪我では済まない。魔の森では。あー、ブランク。なんだよあんた、邪魔だからどいてくれ。どいてくれ。お姫様には分かんない言葉でしたね。ごめんなさい。まったく、近頃の若いもんは。おぉ、なんか、心が痛い言葉ですね。心に、ね、ぐさりとくるような言葉ですけど。何をなさってるんですか？見りゃわかるだろう。こうやって野菜につく虫を取ってんだよ。虫は殺すのですか？ああ、そうか、そういう考え方になっちゃうのか。それがどうしたね。虫だってモンスターと変わらないさね。油断してると大事な売り物を台無しにされちまう。売り物？売り物？なんかデジモンみたいな。ほらいた。まあブリムシ。ブリムシは野菜を食べるのですね。平気なのかい？ブリムシを嫌がらないなんて変わってるね。そうなのですか？あまり見たことがなかったので。喋り方、態度は直した方がいい。ああ。嫌がった方が良い。1。2、3、キャー。かわいいですね。お、グーモといえば、そうですね、手紙もらってましたね。ちょっと苦手。なんや、羽の生えたやつが来よって、思いっきり氷好きにされてもた。氷好きにされてっとき、何の挨拶もせんとスティルツキンが通って行きよったで。そやけど俺も氷の中におったから返事はできんかったけどな。いや、ん？やっぱり柄が悪いのクポー。でもスティルツキンが旅を始めたクポー。スティルツキンからの手紙が楽しみだクポー。お手紙来ないですね。一応セーブしときます。よし、行きましょう。3人を探しに行きましょう。おっと、猫は見ていた。
どの猫だよ。お、この猫か。お前か。なあ、俺はどうすればいい。頭下げるのは嫌なんだ。でもみんな稼いでるのに俺だけ稼げねえなんてよ。そうだ、あの客が連れていた。あれのことを教えれば頭下げずに済みそうだ。あれ、何ですかね。あれとは。さあ行きましょう。お、ビビですね。さっきひどいねえ、避けられようでしたけど。よー、ビビ、何してるんだ。ジタン、ちょっと考え事。まあ、そうなるだろうな、あんなことされたら。はっはーん。ビビ好みの女の子がいたんだな。違うよ、そんなことじゃないよ。なんだよ、女の子が嫌いだなんて言うなよ。あんまり考えたことない。珍しいのかな。あんまり考え、俺はいつも考えてるけどな。僕もどっちかっていうとこっちの考えですね。そうですね。実は俺、リンドブルムじゃモテモテだからさ。言ってみてえな、こんなセリフ。わからないことがあったら、この俺に何でも聞けよ。うん、ありがとう。とりあえず、これからどうするか決めよう。ガーネットとおっさん探してくるから、ビビも宿に戻ってくれるか？うん、わかった。ところで、ここ何か見えるのか？クエーって鳴き声が。その鳴き声ならチョコボだけど。てん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 。じゃあまた宿で。泣かないのかよ。チョコボってなんだろう。あ、知らないのか。お、チョコボ？キャー。おっと、どうしたビビ。さらわれたぞ。スタイナーのおっさんはともかく、ガーネットはどこにいるんだろうな。ん？まだ猫は見ていた。さっきのおっさんですね。親父、春でしたっけ。なんだ？あいつのあの驚いた顔と言ったら、慌てて若い者に回収させやがった。あとは、今の客が宿を出るまでおとなしくしていればいい寸法。おっと、寝たふり寝たふり。何気にモーグリのグーモも聞いていると。で、ガーネットはどこにいるんだということで。おっと、ガーネットまだまだ頑張る。頑張って。先ほどは妙な顔をされてしまったけど、今度はこのことを話して普通の喋り方を覚えましょう。まあ、1,2,3 キャーじゃな。いらっしゃいませ。あの、ちょっとおしゃべりしませんか？おしゃべり？なんて言いましょうか。品を見せてもらいましょうかね。田舎って言うとね、なんかボロが出そうなんで。エブー。やちゃん、今お客さんが来てるの。なんだよ、せっかくすんげーこと教えてやろうと思ったのに。すんげー。私が仕事してるの見ればわかるでしょ？うん、気にしないでください。ああ、そうですね。ごめんよ。実はさ。なんだ？偉いですね、ちゃんと話し方の勉強をね、しようとして。おお、どいてくれい。お、いた。何か面白いものがあるのかな。右見て、左見て、右見て、左見て、右見て。やっと気づく。メスでもあるのかい。なんでもないわ、大丈夫よ。なんか妙だな。何？そうか、喋り方変えてるんだな。うん、いい感じだぜ。ありがとう。劇場亭の舞台もきちんと演じたでしょ。そうですね。ルビーが演じてるかと思ったぜ。私、エイボン卿のお芝居は大好きで全部見てたの。
おお、君の小鳥になりたいは大好きな作品の一つだったの。ああ、だからあんなうまく演じてたんですね。へえ、そうなのか。ルビーって劇場亭で会った不思議な口調で話していた女性の方？ん？まあね。あの人のような話し方をした方がいいの？関西弁のガーネット見たくないな。え、違う違う。あいつの喋りは独特でさ、真似しても似てないって文句言われるだけなんだ、これが。だからガーネットはガーネットで普通の喋り方を、な。わかりま、あらま。うん。わかった。ああ、いい雰囲気ですね。これからどうするかを決めるから宿屋に戻っててくれないか？ジタン、あなたは？俺もすぐに戻るよ。わかった。いいぜ、群れの女の子っぽい感じだ。うん。なんとかなるかもしれないですね。ありがとう、楽しかったわ。あ、そんなお辞儀したらバレちゃうよ。またねー。じゃあついでになんか買ってきますか、ここは武器屋なので。羽付き帽子、せっかくなんで3つ買ってきましょう。あ、そんぐらいしか買うもんなかったわ。どうも。羽付き帽子。おお、なんか一気に追加効果発動と暗闇回避。ありがたいですね、暗闇回避は。ジタンみたいに攻撃ね、主軸のキャラクターには。スタイナのおっさんのことはほっといて、宿に戻るか。なんと、かわいそうな。これ見とかないとね。覗いてみましょう。お？申し訳ございませんはごめんなさい。私は私、あなたは？あなたは、みたいな感じですかね。まあこんなね、可愛いガーネットが見れるっていうことです。じゃあちゃんと戻りましょう。グーモー、グーモー教えてくれればいいのにね。なんか宿屋のおっさんが怪しいよとか。よし、セーブ完了と。待たせたかい？ビビには声をかけたから、もうすぐ戻ってくると思う。どうだい？この村は。城の外は滅多に出ないんだろ？ええ、子供たちも楽しそうだし、見たことのないものがいっぱい。それに、こんなに自由に歩いたのは初めて。おお、やっぱり。でも、どうして子供たちしかいないのかしら？ああ、確かに。そうなんだよな。これまでだったら、村のそば一面の畑で働いてたんだけどな。そっか、ジタンは多分前に来たことがあるから知ってるんですかね。すごく小さい畑しかなかったわ。だろ？この村は何かありそうな感じがする。ビビが戻ったらすぐに出発しよう。スタイナーはどうするの？南ゲートを越えるうまい手を考えたんだ。城の連中はガーネットだけを探してるから、目立つガーネットを隠せばいいんだ。平和な世の中だからな。きっといける。おお、すげえ爆中。つまり、あんなおっさんがいなくても、この俺がいれば大丈夫ってことさ。でもちったん、ベッドの上で土足はダメよ。女王陛下のスタイナー。薪の積み上げ、完了しましたぞ。お、なんだ？他に手伝えることを言っていただきたい。掃除は私の仕事です。そんなことされても困ります。すまぬ。しかしこれで時間ができたというもの。そろそろお父上かどなたかを紹介してもらえると助かるのだが。お父さんは夜にならないと戻りません。他の人たちも働いてるので昼に来ることはありません。情報収集の基本は酒場であったはずだが。RPG だな。まあこのゲーム RPG ですけど。いや、失礼。別に大人である必要はなかった。その他にお聞きしたい。
この村の交通事情を詳しく知りたいのである。飛空艇でも馬車でも何でもよいのだ。理由は言えぬが、城にお連れせねばならぬ方がおるのだ。そのために協力していただきたい。そんなこと言っていいんですかね。バレさような気がするんですけど。おじさんってアレクサンドリア城の人なんですか。ほら、いかにも。自分は女王陛下のプルート隊隊長、アデルバートスタイナーである。そんなこと言っちゃっていいのかよ。プルート隊、あ、知ってます。お城の方ならお話できます。村の外にある物件山って読むのかなに行ってください。モリットさんっていうおじさんが住んでます。看護シップの面倒を見てる人なんです。看護シップ、あのボロ飛空艇がこの村に来ているとは。知ってるんですね、さすが。かたじけない。あの、ん？何か。お掃除ありがとうございました。ああ、さすが高校娘ですね。気遣い無用。助けられたのは自分の方である。先を急ぐので失礼する。おお。結果的に忍び込んでも大したことはなかったんだけど、何の話だ？それでもキング家ってのは怪しいところなんだ。盗みの話はつまんないかい？いいえ、そういうことではなくて、ビビがまだ戻らないからちょっと気になってたの。ああ、確かに。そうだな、遅すぎる。スタイナーのおっさんはともかく、ビビが戻らないのは変だな。よし、ビビを探しに行こう。そうですね。さあ行きましょう。またセーブをして、よし、行きましょう。ビビは、そういえばビビのやつあそこにいたんだよな。そうですね。で、チタンと別れた後になんかありましたけど、チョコボの鳴き声。ビビはここにチョコボがいるって言ってたんだ。そうですね。シクシク、鳴き声、シクシク。ん？あの穴から聞こえる。マジか。ビビ？チタン？おお、やっぱりビビか。どこにいるんだ？地下か？動けないのか？さっきまで人がいて、ここから出るなって言われた。怪我はないか？うん。あ、よかったです。わかった。今からそっちに行く。なるべく早く行くから、おとなしくしてるんだぞ。うん、大丈夫かな。なんだろうな、一体。きっとこの村のどこかに地下への入り口があるはずだ。それを探そう。ええ。さあ、行きましょう。のどかな村に見えるけどな。で、入り口はここにあると。いかにも地下へ続いてますって感じだ。降りますよ、もちろん。お、なんだここは。よいしょ。はい、まあこれからビビを助けに行くところなんですけれども、ちょっと時間が時間なので、ここでちょっと区切りたいと思います。すいません、中途半端で。ですね、ブログとツイッター相変わらずやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。次回、ここを探索してビビを助けに行きたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ということで、また次回の実況でお会いしましょう。バイバーイ。